来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待さ。お前の家を用意してある。ひとまず荷物を置いてこい。任務オオカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。中津国に来てからまだ日は浅いのか。なに、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな。いっなかなか骨が折れたぞ。冗談だ。そんな顔をするな。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな。まあうまくやってくれ。さて、じゃあ次は。来たか。すまないが一緒に来てくれ。戦の時だ。お頭、遅くなりました。雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。大家と共に里に迫る鬼を撃て。モノノフを名乗るに足るか、その力試させてもらう。ふん、いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて、人の世を守らん。行け。そして着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常だ。8年前の大曲時以来、私たちは戦い続けている。この世に溢れ出た異形の鬼と、奴らは人の魂を喰らい、時の因果を壊してこの世を異界に作り変えている。日の本の大半はすでに異界に沈んだ。もういくつ里が滅ぼされたかわからん。あの美しかった森も今や歪んだ平安の世界に変わった。人の住まう地をこれ以上犯させるわけにはいかない。一匹残らず殲滅するぞ。よし、では行こう。任務に出るときはそこの受付で記帳していくのが決まりだ。詳しい話はユウに聞いてくれ。はじめまして、私ユウと言います。ここで皆さんにお願いする任務を管理しています。任務を受けられる際はこちらに記帳していってくださいね。戦場にはそこの出口から出発できます。突然の任務大変だと思います。どうかご無事で。何時に英雄の導きがあらんことを。
ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。行くぞ。我ら鬼を撃つ鬼とならん。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それも物の負の務めだ。気を散じるな。まだ来るぞ。魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、物の太な。